こじる園は、明治政府により編纂が始められた類書である。1896年から1914年に、刊行された。古代から1867年までの様々な文献から引用した例書を分野別に、編纂しており、日本史研究の基礎資料とされている。日本最大にして、唯一の、感染百科事典。文部大官西村の議により、 1879年文部省により、編纂が始められた。事業は、東京学士院、高天高級所、神宮寺長に引き継がれ、1907年に編纂が、完成。前線間に及んだ。内容は、天部、祭事部、地部、神議部、帝王部、官位部、法六部,部、政治部、法律部、戦火部、省寮部、外交部、平治部、武義部、 片木部、宗教部、文学部、霊式部、学部部、人部、生命部、産業部、副職部、飲食部、居所部、企業部、遊戯部、動物部、植物部、金石部の30部門からなる。この分類は、宋の太平五蘭、真の円管類箱和子や和漢三サイズを参考にしたものである。それぞれの項目に簡単な説明をつけ、 六国史以降、慶応期までの文献から参考になる箇所を引用している。皇天高級書が編纂を引き受けたのは1890年であり、同時期に国学院を開設し、授業を始めた。1895年には、神宮寺町に引き継がれるが、皇天高級書のメンバーが引き続き編集員を担当したという、明治期の国学者による一大授業であった。 編纂中の1896年から順次、刊行が始まり、1914年まで刊行された。和装本で本文355冊である。洋装本は1908年から1930年に51冊で刊行された。第二次大戦後、吉川博文館で2度復刻されている -1971 年。 1995年から1999年、2012年9月24日より、国際日本文化研究センター、小人類エンページ検索システムのインターフェースを一部変更して、ジャパンナレッジにて公開されている。ありがとうございます。